SBC 컨셉은 기업이 창출한 사회 성과에 비례해서 주어지는 인센티브입니다. 그 기본 원칙은 잘할수록 더 많은 비례 인센티브를 주자는 것입니다. 이 인센티브가 작동하기 위해서는 두 가지가 필요합니다. 하나는 매저먼트 측정이고요. 또 하나는 인센티브입니다. 이 두 가지가 합쳐져서 기업의 체질이 바뀌고 성공 가능성이 높아질 것입니다. 私たちはこの CSES との連携からさらにいろいろな行政いろいろな財団企業と連携して実際にアウトカムファンドのムーブメントを日本中で広げていくプラットフォームになりたいと思っています。韓国、日本、中国、今日登壇しているみんなとともにアウトカムファンドの経験を使っていろんな社会問題の解決のエビデンス、結果を共有して学び合うプラットフォームを作っていきたいと思います。我们就是在社会上就是其实很不被认可。那么就是今年刚刚当选的这个北京社会企业发展促进会会长，就是这个监事长。为什么？就是因为这次评估起了就是非常大的作用，让这个就是我有这个有幸成为这个。就是监事长。いや、本当にいいですね、この場所が。情熱と、なんて言ったらいいのかな、知恵、いろんな取り組みから生まれている知恵にあふれている空間で、それはすごく印象に残りました。あ、ね、오늘왔더니사람들의열기가너무많아서놀랐습니다。또줄을서서행사장에세션에들어가는것도처음경험이었던것같습니다。우리나라최고의사회적기업네트워킹플랫폼맞네요。큰힘을받아갑니다。응원하겠습니다。아일단현장에서많은분들이와계신걸보고놀랐고요。그만큼한국에서는사회적가치라든지사회성과측정에대한열기가대단하구나라는것을좀체감할수있었습니다。아就是从我就参加过两届的这个评估当中呢，就是我们喜乐颂呢，在这个评估过程当中呢，就是有一个就是对自身有一个好的整理，对外呢也有一个，主要是有一个就是更加客观、更加公正的去向外界介绍我们喜乐颂到底在为这个社会做了什么，这个是非常重要的一点。日本のパートナーでしたり、韓国のパートナーというさまざま多様なパートナーとどうこのアウトカムベースのファンディングのエコシステムを作っていけるかというところが私たちの課題でもあり、今から作っていきたいところでもあります。はい。